大吉チャンネル。皆さんこんばんは。大吉チャンネルの大吉でございます。今日の大吉チャンネルはパワースポット北海道の神社編ということで、北海道は函館市神川町82-153、ここにあります北海道東照宮をご紹介したいと思います。ここに祀られているのは、東照大権現、徳川家康のことですね。ここの東照宮は、1864年、江戸幕府が五稜郭を建設するとともに、五稜郭の鬼門にあたる神山村に、創建され、蝦夷日光と呼ばれ、信仰を集めました。しかし、1869年函館戦争での総攻撃で、社殿が焼失してしまいました。その後に、仮社殿を、建てた後に、函館市内いろいろな場所にね、場所を移動して転々として歩いた神社なんですね。で、1934年3月の函館大火で、類焼してしまいましたけども、再建したということなんですね。で、1992年に現在地に移転したというところでございますね。まあいろいろとね、大変な歴史があった神社でございます。北海道東照宮の映像をご覧になってください。